はい、どうも、東海オンエアのとしみつ個人チャンネル、としみつ東海オンエアのようこそ。はい、今日はスペシャルゲスト来ております、ゆりくんです。よろしくお願いします。お願いします。嬉しい、嬉しいね。出れるの嬉しい。いやいや、俺のチャンネル大したことないから。いやいや、嬉しい。いや、本当嬉しい。ゆりくんのチャンネルでも、動画上がってますんで、はい、いつもチェックお願いします。お願いします。今日はもう、なんだろう、何も考えてない。うん、いいよ、それで。そう、ここがゆりくんチャンネルでも出たんですけど、同い年で、うん、全く同い年だ。全く同い年、93年7月と94年の3月、そう、ね、ほんと同じ学年で、なかなかいないんだよね。ねえ、で、ダイレクトメッセージでさ、そうそう、最初敬語だったのに、そう、突然同い年って分かった瞬間の俺のタメ口の速さが。だから見てる子は分かると思う。東海オンエア的にはタメ口がフレンドリー条約なわけ。ゆりくんがすっごいもうさすがのスピードで見てるから。見てるのよ。俺は嬉しくて、やりやすかった、むしろ。結構俺も敬語使う人だから。こういう時にね、なんか俺悪い人みたいな。俺はやりやすかった。俺いつ敬語をやめようぜって言おうと思ってたら、もう始まる前からその空気が生きてたから。ラッキーとか、じゃあよろしくとか言ってたからね。全然こっちは嬉しかった。出会いがですね、出会いがなんとサウナ、都内のサウナで飯食ってたら、トントントンって、すいませんって言われて、飯食ってて、バッて見たら、ユリです。ユリ見てますとか、ユリユリドライフラワー歌ってもらってありがとうございます、ユリユリ。いや、だってね、俺サウナってさ、入ってるじゃん、熱々の部屋に入ってるわけ。その時に、絶対としみつだとか思って、で、岡崎じゃなくね、ここって。なんかいるとか思って、すぐ隣の人に、あれ東海オンエアですよ、東海オンエア、東海オンエアっつって、声かけろよ。いやー、ちょっと裸で声かけろよ。めちゃくちゃやりとりあったからね。いや、その偶然そこで出会ったのが最初で、そこから DM とかでやりとりしてもらって、今日この日を迎えてる。嬉しいわけだから、嬉しいよね。だって DM 送った時も返信来ると思わないじゃん、うんうん、いっぱい来てそうだから、うん、そしたら気づいてくれると思いませんでしたと来たら、さすがにペケマークは気づきました。その時フォローしてなくて、DM のリクエスト欄に埋もれてたから、いや、公式マーク埋もれてんなと思って、ユーリって書いてあったから、ユーリくんってメッセージ来てると思って。初めて公式マークに感謝した。一回直で会ってるから、スルーはちょっとあれかなって。さすがによかった、やっぱりあの時声かけてよかった。いや、嬉しかった。でもめっちゃ嬉しかったんですよ、あの時俺声かけてもらったって。だってあれ言っときゃ友達にすごい自慢した。いや、俺も言ったもん。俺も言ったよ、ユーリ会ったよ。あ、ユーリ、ユーリくんみたいな。会ってないけど、もうユーリくんって。ユーリくんサウナだったことある。ちなみに俺はもう声かけた瞬間に自分のテーブルに戻ったじゃん。もうあの時点でチャンネルメンバーに LINE してる。声かけちゃった自分からとか言って、今横にとしみついるよ。いや、だって見てたからさ、しょっちゅう見てるの。ほんとに、まあ、サウナ結構ね、暗黙の了解的なとこあるね、うん、あそこね、うん、だから声かけづらい、声かけづらいけど、うん、我慢できなかった。かけられたらかけられたで別に嬉しい、うん、よかった。嬉しかった。いや、本当によかった。あと知っててくれてよかった。あー、確かに知ってるやん。やっぱり自信ないよ、やっぱり。楽曲だけ知ってる人は結構多いんだよ。ドライフラワー知ってるって人は多いけど、ユーリ知ってるかって言われたらまだね、知らない人いる。そう、そうなの。うん、意外といるよ。あー、でも東海オンエア知ってるけど、としみつ知らないみたいなもんか。メンバーは一人一人いるかって言われたら、そこってまたそのさらに好きで知るって段階、うん、そう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 とかあるかも、うん、でしょ。だからすごいホッとしたあの時、うわ、知ってる、よかった。知ってる、知ってる。知ってるでしょ。まあまあ、まあまあ特徴的な顔してる。濃いめの顔してる。確かに、確かに。で、俺そもそも声かけたら歌ってくれてるって言ったじゃん、うん、で、さっき俺のチャンネルで出て歌ってくれたじゃん、うんうん、俺あの時正直さ、こんなこと言ったら失礼だけど、もうめっちゃ舐めてた。だから採点バトルもバカなルールにしたじゃん、うん、インスタライブで見てたのは上手だったんだけど、うん、まあまだ俺の分うまいなって思います。でも今日聞いたら、しびれぐらいうまくなかった。うまかった、やばかった。違うビタビタだったもん。そんなこと言ったらこれからやりづらくなる俺。インスタライブはね、やっぱり楽しみながらだって、うん、やっぱ本気では歌えないから、やっぱりあのドライフラッ手抜いてたもんね。手抜いてないんだって。何回言うんだよ。抜いてないんだよな。手抜いてた、絶対に手抜いてた。あの歌は
聞いた後は絶対手抜いてると思うよ、あのインスタライブ。他見てない、持っちゃうのかな、それ。軽すぎんだよな、結構軽すぎたのよ。いや、おもろ。いや、でも、ゆうりくんマジで動画見てて思ったけど、歌、うまっ。そこだけは、まあまあ自信あります。なんか、本当に、まあ、いわゆる口から音源じゃないけど、嬉しい、嬉しい。うまっって。あのね、本当にそこだけでここまで来てるから。まあそれは間違いないわ。間違いない。そのドライフラワーがそもそもバーンって言ってた TikTok。うん。何で？かくれんぼは結構 TikTok で。かくれんぼ伸び始めて、うわーってなったけど、ドライフラワーはどっちかというとファーストテイクと。おお、そうなんだ。うん、俺ちょっとその辺どこでドーンってそのバズったのかが曖昧だったから、うん、ドライフラワーはそのファーストテイク。ファーストテイクだったらすごい伸びたよね。いや、すげえ嬉しかったな。今で結構伸びたよね。伸びた。だからそこからだから本当にでもね、その時は正直伸びると思ってないから。だよね。でも基本的になんか、うん、の YouTube の時に何でバズるか分かんなくない？そう、分かんない。マジでね。うん、それウケるんだって、うん、結構あるよね。つかなんか逆に俺はなんかこの良さ伝わってほしいっていうドライフラインにもちろん自信はめちゃくちゃあって、うんうん、この曲伸びてくんないと、うん、俺これよりいい曲今んとこその時がね、うん、もうこれ以上いい曲を思い浮かばないってぐらいの気持ちで書いたから、これ響かなかったら結構きついなって思った結構自信作だったから、うん、だから伸びた時ほんとホッとしたよかったってなった。いやー、うん、いい曲だもんな、うん、あそういうの 見た時に、まあ、俺の悪い癖でもあるんだけど、やっぱり急に有名になった人の曲をすぐ聴かないっていう悪い癖が あ、でも分かる分かる、ちょっと分かるでしょ。お前何様だってなるかもしんないけど、どうなんだろうなって思って、うんうん、しばらくしてから聴くみたいな、うん、ちゃんといいんだよよかったよかった。なんか一番嬉しいやつ。嬉しいかっこいい。その今回1アルバムね、うん、1買わせていただいたんですよ。あれフラゲしたからな岡崎のようにフラゲしてるから今度岡崎サイン書きに行くよ。え、本当に岡崎行きたいね。岡崎行ってみたい。岡崎来たらもうサウナも案内するし、うん、もう飯も案内するし、うん、全然バリバリの全部行ったことないもんね。確かに。それはないでしょ。どこで来るタイミングから絶対ないでしょ。え、愛知県はライブで行くから、うん、今度愛知ライブあるからその時に。あ、それはもうぜひ遊びに来て。もう車で行くから、うん、そのまま乗って岡崎連れてくる。愛知のあの名古屋は遠いの？名古屋はね、1時間ぐらいかかるから。あ、結構遠いな、ね、結構遠いな、実は。だからみんなね、軽々しくね、あのね、あ、名古屋でしょって言うけど、いや、そっから遠いんですよ確かに。え、歌手とかは、あれ、だって自分もバンドやっててさ、うん、バンドなの、あれは。バンドじゃないか。いや、あれは、今の活動はソロ、うん、ソロじゃん。あの時の曲はさ、自分で歌詞を書いてるでしょ。自分で歌詞書いて、うん、メロも自分で作ってるから。へー、一緒だな、完全に一緒じゃん。でもシンガーソングライターって感じじゃないよね。違う、シンガーソングライターなんだけど、あとバンドっぽい音楽が多くない？うん、まあバンド好きってのもあるし、うん、多分そういうテイストを含めてるのもあるかな。歌詞ってやっぱり難しくない？難しい。なんか歌詞むずいよね、うん、まあメロディーも難しいけど、メロディーはなんか自分がやっぱいいと思ってるものを信じれば別に大丈夫、うん、歌詞はやっぱりさ、これって自己満の歌詞になってないとか、なんかたまに思う時あるから、うん、あるある。なんかそこはやっぱり今度ちゃんとミュージシャン談義しましょうよ。ああ、いいっすか、僕なんかで。いやいやいや、歌うますぎたからインスタライブだけ雑なだけで雑じゃないあのドライフラー雑だった、俺忘れないし絶対忘れない。食べ薄いだけだ、食べ薄いあんまりだから、あれだよね、俺インスタライブとかしか歌ってないから、うん、確かにちゃんと歌歌ってないのかなって。だからね、あのインスタライブは正直そのなんか家用の歌い方だった。家用ね。やっぱこのね、映像に撮る時用のさっきの歌めちゃくちゃ良かった、うん、すごい良かった、めちゃくちゃ感動したもん、マジで。だからちょっと本物のドライフラワー、本物のドライフラワーは俺から本当だよ本当だよ。いや、としみつくんが歌ってるドライフラワーは聞きたい。一緒に歌いたい。こんな上げられて一緒に歌う、一緒に歌う自分のチャンネル。え、それはもう嬉しいわ。そんなことできるの？そんな歌おう、うん、え、歌おう。いいよ。急に始まるからね、ドライフラワー。みんなこれ聞きたかったの、これ今日。俺ゆうりくんと喋って歌わない尖り歌わない尖りかなと思ってたけど、やっぱ歌うんだねやっぱ歌っちゃうよね。俺歌好きなんだよね。歌好きなんだよそう、わかる。そのいろいろバーって話すけど、うん、歌好きなんだよ、ね、マジで楽しいんだよ。好き。え、本気で歌ってない？いや、本気で歌うよ。インスタライブと違ったんだ。歌うよ。どうぞどうぞ。あ、僕から。あ、適当な感じで分かる。あ、オッケー。
多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色あせる。本物めっちゃいいね。緊張してるわよ。歌えてる。めっちゃいいよ。めっちゃいい。ちょっと俺たと。多分君じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ人はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できるのにまだ少し返事。声も顔も不器用なとこも、多分今も嫌いじゃない。時間が経てばきっと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 色褪せる。本物出ちゃってるって。本物出しちゃってる。月明かりに魔物が揺れる。きっと私もどうかしてる。暗闇に虹死体が浮かぶ。赤き愛色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた変わる。声も顔も不器用なとこも、全部全部大嫌い。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっと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 抱えてよ。めちゃくちゃいい。いやいやいや、なんかさ、声もさ変わってるよね。どう結構特徴的な声じゃん、うん、俺、うん、本当言ってる、うん、特徴的な声だと本当言ってるって地元の友達みたいな。あとさ結構俺のやつ聞いてますよね。ありがとうございます。あのまだ枯れない花のとこを結構自分的にガナリを入れたくて、まだ枯れないってやってんだけど、俊光くんやってたからなんか
めっちゃ嬉しかった。俺やっぱりめっちゃ緊張したから、うん、ちょっとだけ今完成してるわ今。ちょっとあんま歌えない。いや、だいぶ上手かったよね。かなり上手かったよね。めちゃくちゃ上手かった。いや嬉しい。てかその声が変わってるっていうのちょっと深掘りしたいんだけど俺的にも。え、特徴的な声だよ。うん、俺？うん。マジっすか、うん、自分で自分の声をそういうこと思ったことがなくて、なんかね、結構太い声だよね、うんうんうん、で、太くて高いのもちゃんと出るし、特徴的な声ってなんつうんだろう、がなりを入れれるのもまずそこも特徴だけど、うんうん、そうじゃなくて普通の、普段の普通の時の歌ってる声があんまりいない声だと思う。嘘、うん、俺自分ほど特徴ない声ないなと思ってたんだけど、いや聞いて声でわかると思う。本当に？うん。あ、そう。ちょっと太いよね。太い声が太い。へえ。うん。低いというか、うん、いい低さ。うん。こんなこと言われたの初めて。なんか、ガチで言うとその高い声にちょっとキーは合ってるのに高く聞こえない。うん。太って。ああ、はいはいはい。なんかもしかしてこの曲低いのかなって思わせてくれる歌声な感じ。え、それちょっと褒めてるよね。それはめっちゃいいこと。なんかやっぱり。俺ももちろん歌に自信はあるし、うん、歌は結構勉強してるけど、うん、もっと上手い人いっぱいいるね、うん、いるよね。でもやっぱ変わってる声だからこうたくさんの人に聞いてもらえるようになったし、うん、やっぱり変わってる声はいいよね、うん、特徴的な声はアイデンティティになるよね、うんうん、だから絶対いいと思う。嬉しい。そんなこと言われたことない。いや太いのは結構しかも武器だと思うよ、うん、めっちゃ嬉しい。しかもなんつうんだろうな、例えば川崎隆也君ってさ、うん、やっぱ変わった声、特徴的な声でさ、うん、太くて優しい声じゃん、うんうん、なんか、俊光君の声はね、太くて優しすぎない感じがする、うんうんうん、分かる、うん、なんか強そうな声が、うんうん、そこが俺はめちゃくちゃ、こんな具体的に言ってくるの嬉しいね。なんか太いのもいっぱいあるよ。やっぱり隆也君の声は癒されるし、めちゃくちゃいいなあの人の声で聞きたくなるなって、なんか元気を出してくれる声がする。嬉しい。そっちの方の気がする。うわ嬉しい。なんか歌詞とかでなんかに立ち向かう曲とか作ってほしい。あーあーいいね。やったるぞの曲にすごい合う声です。結構やったるぞ系は多いかも。聞きたい。ちゃんと聞きたい。やったるぞってやったるぞ、そうね。うん、うん、やったるぞって雰囲気はある。聞きたい。なんかそういう曲の方が合ってると思う。なんかすごく。うん、いやちょっとこんなに自分のチャンネルで素直に喜んだこと。ユーリとか全然喋ってたしね。いやそれはもうむしろありがたい。で高い声ってやっぱ細くなりがちじゃんね。うん、でそこをやっぱ俺も気をつけてるから、うん、なんかそこが太いまま出るのがやっぱいいよなと。うん、ちょっとちゃんと歌を歌おうかな。いや本当インスタライブって やんない方がいい。インスタライブはやった方がいい。うん、で手抜きはしないでほしいけど。手抜きじゃないよ。ハメとすればいい。結構ゆうりくんも俺なんか思ったのが、ドライフラワーを、その世間的にはもうお父さんお母さん世代含めドライフラワーが広まってるでしょ、うん、その代表的なので言ったらね、うん、結構やっぱりその優しい繊細なイメージがなんとなくついてるような気がしてて、うん、でも会ってみて話、まあ、動画見たら分かると思うんだけど、結構そんな雰囲気ないぐらいガーッて喋れるから、うん、そうね、大変じゃない、まあ、全然大変じゃない。本当に正直もう何にも気にしてない。本当に、うん、なんかそもそも音楽を始めたきっかけがボンジョビなの。あって俺本当に真面目なインタビューで、うん、音楽誰に影響を受けますかってボンジョビですとか言って真顔で言っちゃうぐらい、はいはいはい、ずっといつか会いたいと思ってるんだけど、だからね、そのなんだろうな、もちろんドライフラワーも心込めて作った、うん、別にどの曲をなんか応援されても嬉しくて、うん、逆に俺はドライフラワーが見た時にネットに一発屋とか書かれてる。まあね、そうそうそう、だからどっちかってそっちの方が嫌だった、うん、だから早くもっと俺いい曲あるぜっつって、まだまだいけるぜってところを今見せてる最中。いや結構ギラギラしてるから、だからなんか結構びっくりする人もいるんじゃないかなと思って、それでね、こいつめっちゃギラギラしてんじゃん。でもさ、曲って音楽やってたらさ、音楽は自分で作れるじゃん、うん、で性格とか関係なく、なんか性格とか関係なくとか、その自分の思ってることを書けるからさ、やっぱりなんかいろんな顔見せれるから、なんかすごいいいよね、うん、いやそうね、だからほんとゆうくんのアルバム聴いた時にうわいいなと思ったし、嬉しい。普通にこの後に作る曲も気になるなって、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。だからレオとかすげえいいなって。あはは、嬉しい。すごいレオが出てくるのやばいね。ねめっ
っちゃ嬉しい。ピーターパンとかもそのアルバム聴くまであんま聴いたことなかったんだけど、うんうん、ピーターパンもすげえ良かった、うん、すげえ好きだし、うん、レオいい、いい犬飼ってる。で、飼ってた。あ、飼ってた、うん、死んじゃったんだけどね、実家で飼ってて、うん、俺もそうだ、やっぱいいよねとか自分の曲なんか他人事みたいなでもやっぱ曲出してる時の自分はもういないからさ、書いてる時のもう全部忘れちゃってんだけど、作ってる時のことはさ、でもどんなだったっけっていつも思い出してるの。やっぱ好きな曲だからリリースしようと思ってるから、やっぱ音楽って自分がさ周りに例えばダサいって言われてもなんか自分かっこいいと思ってればなんかいいみたいなとこない。究極の自己満足なんてところはある、うん、俺もそうはそうだと思う、うん、なんか自分結局なんか持ってることを書くから、うん、全体通して毎回こんなこと歌ってる可能性あるなみたいなでも全体通して伝えたいのってこういうことだし、歌いたいのってこういうことだから、うん、まあ、それはそれでいいのかなって、うん、全員に響くわけじゃないと思うもんね、音楽って、うん、好き嫌いな人は好き嫌いだしねそうだよ、うん、全員に響かせようとするとなんかまた作り方変わってくるだろうし、うん、長く続けられないだろうなって思っちゃうから、うん、YouTube も一緒、うん、自己満でここまで来てるかないや本当にすごいよあれ意味わかんないじゃん、その流行り物やんないチャンネルとか確かに確かに最近だってコントチャンネルかと思ったもんあ、見たよ見た、東海リベンジャーズを徹夜が編集しててあ、今日さらがるんだちょっと最近俺らコントチャンネルあれとかすごくなかった、あの斜めのやつ、そんな、あれは本当あのガチンコで数百万かけてるやつでスタッフさんもね、すごかったよ、笑う犬とか、うん、新しい壁とか、うん、本当にそういう方々のチームでフジテレビで撮ってるからあれだからバカ殿と一緒なんだよあれ利光くんあれ全部押さえて座ってたのあれあれガチン力あ力でやってたなんかさみんなこうやってズレズレズレって落ちてるの一人だけめちゃくちゃ固まってるからさ最初上からゆっくりゆっくり座ってもうそこからずパワー、だから平気な顔をしてるのも大変だったし、うんうん、だんだんこうガタくんだよね。そう、あの机がもうガッチガチに固定されてて、でもみんなこけて机の上とかバーって滑るでしょ。だんだんねこのなんかそのネジが飛び出てきてね、これ怖いよ。ネジが飛び出てて怪我するよ。あれすごかったよね。めちゃくちゃ面白かった。あの慣れるのだって5分ぐらいかかったもん。あの空間の脳がバグっちゃって急に斜めのとこにずっとこうなる感じで、あれめっちゃよかった、ね、え結構急なの急え、めっちゃ急だあれ、あれめっちゃ急、あの動画の最後にみんなで喋ってるシーンがあったけど、うん、あれ見るとより急に見える、ほんと40度ぐらいありそうだもん。へえ、マジであれはやばい、だろう、映像より全然伝わんないんじゃないかなあれは。怪我するじゃんって俺らもやりたいなめちゃくちゃの面白いね確かに、あれ俺らがやっても面白くないかもしれない俺らだけが面白いあれ毎年やりたいぐらい俺は好きだな、めちゃくちゃ面白かった。もうずっとコントで育ってるから、うん、自分自身が、うん、ああいうのはもうドハマりしちゃう、うん、本当に YouTube のこともっともっといっぱい聞きたい。もう俺なんか語れることない確かに真似できる企画はないかもすごすぎて何も考えてやってないから感覚でしかないからえ、この後サウナ行くじゃん、そこでちょっともっと聞いてもいい？あ、もうそれはぜひもう話せないこともたくさん話せないいっぱいあるの、話せないこといっぱいあるでしょ話せないことサウナで小声で喋ってるから楽しみだな、そっちのサウナ楽しみだな、ね、来なよ行く行く、うん、いやぜひみんな一緒に行こうよ、じゃあ最高、行こう。てか、としみつくのチャンネルでさ、うちのさ、スタッフがさ、喋ってるけどさ、みんな誰ってなってたの。いや、俺、途中でね、あ、もうやべえなと思って、喋んのやめたりとかしてたんだけど、無理だったわ。いや、いいよ、全然いいよ。ゆりくんのスタッフさんがね、いるんですけど。そうです。僕、俺こういうの大好きなんで。よかった。一人で喋る、絶対みんな喋ってる。同い年だから、ここはみんな。うん、なんか俺、ゆりくん来たことあったっけな。でもなんか、ボンジョビが一番好きっていうのも、知れたし。あれちょっとサウナ行きたがってないですか切り上げようとしてるないからもう行くみたいなあと、キッテ君サウナ聞けばいいじゃんおい、YouTuber だろ結構喋ったね、めちゃくちゃ喋った、めっちゃ喋った、あとあれがいいな、またコラボしたい。いやもうぜひぜひ、今度愛知とかも行くから、ね、ライブ、本当に遊び行きたい、うん、じゃあちょっとお願いします、お願いします、僕ももっと頑張るんで。いやいやいや、でも音楽見つけ一緒にやりたいね、本当に。なんかライブとかもね。うわー、楽しそう。そういう話好きだわ。やろうよ、本当に。ちょっと頑張ります。はい、
ょっと僕のミュージシャン友達も今度ちょっと紹介してみんなでカラオケとかもしようよ。行きたい、うん、いや本当にもうドワーッと喋りましたけども、はい、楽しい時間でした。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。いや本当にずっと見てた人とコラボだから嬉しかった。とりあえずインスタライブでもうなんだインスタライブはもっともうちゃんと歌うってことだけ今日肝に銘じて見てますから感じてます、ね、やっぱり俺の曲はちゃんと歌ってほしい。待って、こんだけ歌えんのよ。確かに、うん、お願いします。ありがとうございます。じゃあ今日はゆりくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆりくんのチャンネルでした。よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。